はい、今日は再び最後にもう一個歌いますね。特別バージョン。今日は母の日なんでお母さんのことを思いながら歌いたいと思います。今日は母の日なんでお母さんのことを思いながらこの歌で終わろうかな。先ほどはテレビの国からキラキラでしたが、キラキラでしたが、今日は母の日の特別に、おまけ的にちょこっとすぐやります。やりますよ。母の日ってことで、お母さんのことを思いながら、福山雅治さんのこの歌、誕生日には真っ白な百合を歌います。あなたがくれたこの名前は、いくつの願い込められてるの？そこから見える私の素顔は、誇れるものですか？あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば、泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと、子供扱いするばかりで、認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は、優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔を願ってる人、いつか会ってください。真っ白な百合を写真に飾ろう。聞いてもいいかな？認めてくれるかな？この生き方を。はい、最後はね、母の日ってことで、誕生日には真っ白な百合を歌いました。はい、どうもね。今安定してるし、意外とね。よかったよかった。安定、安定。どうも。でも気持ちがないとね。布団で寝るから、大輝さんありがとうね。僕、嫁欲しいです。可愛いお嫁さんが欲しいよ。可愛いお嫁さん。可愛いお嫁さん欲しい。嫁はいらなくない。僕、可愛いお嫁さんが欲しいよ。ね、ぐりぐりお股で突っ込めるような可愛いお嫁さんが欲しいです。あ、輝さん、ありがとう。配信 OK ね。おまたをぐりぐりできるような可愛いお嫁さんが欲しいよ。お嫁さんはいるよ、必要だよ。もう46でこうなってもね、まだ欲しい気持ちなくならないよ、いつまで経ってもね。それが人間ってもんだよね。いくつになってもそういう気持ちなくならないよね。そうよ。お嫁さん欲しいよ。僕と結婚する女性がいたら絶対したいよな、ほんと。はあ。ありえないな、僕は。おまたのことで頭いっぱいなんだ、僕は。いつもそう。おまたのことで、いろいろ頭いっぱい。おまたのことで頭が吐き切れそうですもん。おまたのことで頭いっぱいなんだ。どうもありがとうね。じゃあ、今日はほんとこの辺で終わろうかな。でも、さっきより今日はね、このスマホのテザリングでやってんだけどね。今繋がってるかな？スマホのテザリングでやってます。探してるって自分からでも。で、近づいてくるの金目当てが多いんだもんな、だって。できないもん。
変なのが来るとさ、気づいたらさ、財布が軽抜かれてんだもん。そんな女性嫌だよ、僕、本当。近づいてきていいかなと思ってもさ、気づいた時も金から財布から金抜かれてんだもん。そんな女性嫌だからさ、僕は。財布から金抜くような人。だからさ、なんでやんない、僕はね。絶対嫌だよね、勝手にさ、人の財布からさ、金抜くようなやつと、誰が一緒になるかってんだ。ねえ、そうよ。あれ、間違いないよ、ほんとね。さて、いい感じだな。あ、どうもありがとうね。登録はしない、僕は。自分の力で見つけるで、見つけられなかったらしょうがない。それで諦める。そういう人間。結婚相談所がしないやんなら、僕は。自分の力で見つけられなかったら、それだって、そういう人間は無理にやることしてないと思うんで。トラウマになんないで大丈夫よ、僕は。僕、マルタンには感謝してるからありがとう。僕、マルタンのおかげでさ、天橋立に行けたんだもんね。彼女がいたから僕は行けなかった。前からね、日本三景に行きたかった。ね、日本三景一つでも天橋立。で、僕はさ、お金はあるからさ、行こうと思えば行けるんだけど、一人はなかなか行けないよね、ああいうとこって旅行って。でも、彼女がいたおかげでさ、天橋立に行けたんだもんな。だから感謝してる。だから、マルタンは全然悪くないからね。まあ、マルタのおかげでさ、僕は天橋立に行くことができたんだもん。やっぱ日本三景だもんね。って言われてとか一度ぐらい行きたいもんな。で、彼女は悪くないからね。トラウマにはなってないよ。彼女に感謝してるから僕は。彼女のおかげで僕は天橋立に行くことができた。自分一人だったらさ、旅行ってなんか考えられないもんね。彼女がいたが僕は浜の橋立に行こうと思ったんだもん。で、彼女は悪くないから、ほんとね。いたら嬉しいけどですね。どうかわかんない、それはな。ね、それじゃあ今日はこの辺で終わろうか。まだ、もうこれ。今どう？スマホの状態見ながら。つながってるから今。僕の理想を言っちゃうとね、僕ね。宮崎あおいちゃんみたいな女の子ね。僕の理想ね。宮崎あおいちゃんみたいな可愛い子。ああいう子がいいな。理想ね、僕の理想。さて、最後に、もう一分で終わろうかな、最後。もうまだ、今日早い、まだ10時回ったとこだもんね、今日早いからね。じゃ最後に、じゃあもう一分持ってこようかな。ね。最後に、じゃあ、これ、ゴミを置いてきて、もう一分持ってくんね、もう一分。最後の一分。最後の一分持ってこようか。じゃあ今日最後これのもうこれ。今日トップバリューの安い発泡酒。こちら行きまって、500の缶ね。アルコール分6%。バリュー。理想は高くないよ。もう宮崎あおいちゃんの僕の理想。ああいう子のおまたをうりうりしたいですね。作りたいですね、さてね。理想ね。
カトゥーパさんがあまりちゃんちょうどいいと思うんだ。はい、今日は最後これ。今日は発泡スチロールやる。結局2本目いっちゃうね。さっきの1本終わらなかった。ハイボール。今度はハイボールじゃないから。発泡した。締めの一杯。はい、乾杯。で、今度その身はね、これもローソンストアのやつだ。イカフライも買った。ローソンストアで買ったやつ。イカフライ2枚入って、ちっちゃいイカフライ2枚入って、税込み108円。これいこうか。ね、20円引き。イカフライ。これ何もつけないでこうかな。イカフライ、イカはいいんだ。鶏肉並みにさ、結構いいから、これ。筋肉とかさ、体にいいみたいにいいからってね。鶏より高いからイカはね。うん、だから。イカってさ、鶏肉と同じように体を作る意味でいいみたいだけどね。鶏の胸と比べてやっぱ高いからね。あんまり食べれるんだけど。そう、乱れちゃうようなね、お股のこと考えすぐ乱れちゃうんだよね、お股のこと考えるとね、かわいいね、よくね、この女の子はね。もう今あったかいからさ、絨毯の子なんかよくいるよね。素足の子とかかわいいなと思って眺めてるよ。かわいいね、ほんとね。10代の女の子のさ、素足のを見てると、ああ、たまんな、かわいいなと思って見てる。ああ、かわいいね、やっぱね。どう、ついてる、やきこさん。お股のかわいいあきこさん、どうぞ、聞いていいよ。お股のあきこ。僕、お股大好きだからな。お股。関係ない。今は関係ないよ、登録者。YouTube にね、無料登録してさ、あれ、普通にやれば無料できます。関係、最初の頃はね、さっきは登録者が1000人ってあったけどね、それも今さ、なくなったんで。今それもなくなったから。大丈夫、今。ちょっと数ヶ月前はね、登録者が1000人っていう枠があったのね。今それもなくなって、もうオープンだったから。わかった？あきこちゃんわかった？僕のお姉ちゃんと同じ名前のあきこちゃん。わかった？そう。無料の、そういった、無料登録してさ、そういうのあるの、そういう、無料でできるから、無料のそういうところにチェックすればできます、今。YouTube とパートナー契約ってやつが、いつ、それは誰のときからチェックしていけばさ、今はさ、それやった上にさ、チャンネル登録者が1000人以上って枠があって、それもなくなったの、今。ダウンできる。で、僕はね、パソコンがしょぼいんでね、普通、いいパソコンの人はね、あれ、YouTube のプラウザでさ、YouTube のページ開いてさ、右上のところのさ、カメラマーククリックして、それだけで配信できるんだけどね。それできない人でもね、OBS スタジオいろんなエンコーダーソフトいろいろあるのね。あれ使えば、X スプリットとかさ。僕は OBS スタジオってやつ。あれ使えばできますんで。こうやって OBS スタジオでやってます。
OBS の方がやっぱ軽いね。スピリットは少し重たいね。今、回線はね、モバイルで、携帯のデータ通信でやってます。あ、太った、コチコチさん、どうも、太ったかな、しょうがないね。生きてる証拠だ。親がいなくなったからね、太ったかもしんないな。ね。親がいるとさ、せっすね。感じだってもう、この映画、もう親、自分のものだったからね、親がいなくなったんでね。それもあるかもしんない。精神的に。この一軒家もお父さんが作ってくれた、この家もう自分のものだったからね。どうもね。もうよ、この家。じゃあ、イカフライ。ね。イカフライ。以前洋服ダンスあったな、ここに洋服ダンスがね、ここ以前洋服ダンス。僕が実家にいた頃さ、ここに洋服ダンスあったのに、もう今ないもんな。これイカフライで今夜、今イカフライ。ローソンストアのイカフライ。で、トップバリューのバーガーある。分かったよな、こきまろさん分かった？まあそうだよね。今度ね。来週は土日の休みだからね。休みだったらね、キャンプ行こうかな。で、天候が悪いんだよ、来週。どうなるか。キャンプ行こうね。お母さん亡くなる前に注文してた、アライテントのツベルトね、あれ使いたいんだよ。あれ使おうと思ったらもうお母さん亡くなっちゃったからさ、その葬式のことでいろいろあって使えなかったんで、今度キャンプするときはこのツベルト使おうと思って、ツベルトキャンプやりたいと思って、ツベルト本体にツベルト用のポールも買って、インナーポールも買ったの。よくツベルトって山用のもんだからさ、山用のさ、登山ポールできるんだけど、僕はね、普通に使おうと思ったんだよね。ツベルト用のポールも買って。アライテントで。アライテント2つ目ね。一番最初のアライテントはさ、去年の大晦日から今年の元旦使ったビビーシェルター。あれのライペンはアライだからね。アライテントね。でも、桃太郎公園も行くよ。桃太郎公園はね、ビビーシェルター持って行こうと思う、夏場ね。行きますよ。行きたいのがいっぱいあるんだよ、ほんと。芦ノ湖も今度、芦ノ湖キャンプ村も行こうと考え、芦ノ湖。小田急のところの芦ノ湖キャンプ村。あそこも考えてる。考えはいっぱいあるんだよね。まあ、その前、中禅寺湖の、勝負ヶ浜キャンプ場も行きたいよな。中禅寺湖のあそこは多分、芦ノ湖は多分、通年営業だと思うんだ。あれ。ね、ずいぶん下だからね、芦ノ湖。
中禅寺湖のあそこのキャンプ場は夏場だけだからね。中禅寺湖って冬場凍っちゃうようなとこだから、そう。ね、夏場だ。どうもありがとうね。いつも何やら。お、栄作さんにね、タンスさんが来たよ、タンスさん。タンスカツキと同じの大川さん。今日はイカフライでトップバリューの発泡酒です。どうもね。寂しいな、でもな。ああ、そういいかにな。またあきこちゃん削除したんだ。あれ、撤回させる、撤回のあきこ。あきこちゃん、女の子だからね。お股が濡れてると思う、今、あれとかね。あきこちゃんはそうだ、多分。姫あきこちゃん女の子だからさ、またいい感じにぐちょぐちょになってるかな？ね、どうかな？そんなこと思いながら飲んでます。あきこさんもやっぱさ、夏暑い時は短パンなんのかな？短パン。でも、あきこさん、やっぱ夏場とか短パンなの、短パン。あ、今度食べね、ありがとうね、ジローさん。食べよう。ね。女の子のおまたのこと思いながら、下半身が同期してる段階で、同期の桜か。ね。いいじゃん、可愛いじゃん、女の子の短パン姿。かわいいな、短パン。短パンいいよ、短パン履くとさ、お股のラインがくっきりするからいいんだよね、あれ。短パンはさ、お股のラインがくっきりするからいいんだよ、あれ。短パンはさ、何でもいいよ。女の子が短パン履くとさ、お股のラインがくっきりするのがたまんないんだ、見てると。たまんないよね、あれね。まー、あ、ちゃんもわかるでしょ、この気持ち。女の子短パン姿。で、短パン姿の女の子はさ、お股のラインがくっきりでたまんないよ、ほんと。ゲップです。アップを飲んでからね。お股のライン。お股のラインがたまんない。お股のラインがいいよね。お股のライン。お股。あ、あきこちゃんもそう思う？ほんとそうだよね、あれ、タンパクとさ。だからYouTube でさ、ピンクレディーの動画見てるとそうだよね。ピンクレディーなんかすごいもんね、あれ、サウスポーなんか。短パンバキバキ履いてやってるもんね、あれ。たまんねえ、ああいうの見ると。あきこちゃん女の子だよ。もう電話で話したことあるもん。あきこちゃん女の子だよ。おまたぐりぐり女の子だよね。あきこちゃんはそうよ。あきこちゃんはね、ぬれぬれまんまんでおなじみの女の子ちゃんだからね。すごいね。ぬれぬれまんまんとかすごいじゃん。でも、実は間違いないもんね。あってもんね。ぬれぬれまんまん。そんなこと思いながらイカフライ食べようかな。
やばいですか、ごめんなさいね。うん、ぬれぬれまんまんっていう言い方が悪かったかな、あれ。ぬれぬれまんまん。女の子の理想の形を表現したの。女の子の理想の形。ぬれぬれまんまん。そんなこと思いながら飲んでます。ああ、ぬれぬれまんまん。いつもがそんなことばっか考えてる。可愛いもんな、女かな。よく言うね、女年取ったらゴミだって、その通りだよ、ほんと。終えたよ、うん。先週終えたんだ、日曜日ね。どうも。遅いというか、うん、遅い、今日だって、町田に帰ったんで、今日。あれ、今日母の死ってことでさ、お母さんがもう先日お墓に入ってたね、その中での墓参りした後さ、家賃戻んないで町田に行ったわけで、町田で、町田の方でさ、もう一人暮らしなんでさ、荷物とかは休みのしか取れないから、その荷物を置き取るためにね、ちょっと遅くなっちゃった、うん、それでそれでも9時ぐらいが始まる、今日この遅くない、遅くないよ、あれ。町田の部屋でさ、頼んだ荷物を受け取ってたんだよ。それで遅くなったんだよ。でしょうがない、一人暮らしはしょうがないんだよ、一人だと。日曜日の休みの日しか荷物受け取れねえんだもん、だって。しょうがないね。一人だとね、しょうがない。ほんと、馬鹿らしいけど、しょうがないよ、ほんとね。たった一個の荷物のためにさ、部屋になっちゃしょうがないんだもんな。しょうがない。誰も受け取る人いないんだもんな。じゃあ今日はこの辺で終わるね。じゃあもう終わろう。じゃあ、ちょうど今日はこれで終わりよ。おやすみなさい。じゃあ、終わります。おやすみね。あきこちゃん、ありがとうね。僕のぬれまんちゃんでおなじみのあきこちゃん、おやすみ。ジローさんもおやすみなさいね。ヘイさんもおやすみなさい。大川さんもおやすみなさい。コンビニ受け取りなんで、そういうのできない、そういうもんはできない、そういうの、今、受け取りは。コンビニ行くときってないよ、今。一般的にそういうのね。おやすみなさい。ではまた。また明日。今度歌うからね。おやすみね。うん。しょ、ありがとうね。また明日。おやすみ。今日、今夜僕ね、一人でしごいて寝たいと思います。あきこちゃんのお股のこと思いながらね、しごいておやすみしたいね。ありがとうね。おやすみね。ではまた。今は来た人、録画の方で見よう。会ってください。ではまた。